日本中国地方広島県広島市東区、牛田牛田は広島市東区に位置する地区である。ここでは牛田を町名に関する道区内の地区の総称として用いる。広島市中心部への近接性に恵まれ、住宅地としての性格が強い。当地域の人口は29,708人。地名の由来は古来この地が供養大人の所領地で、 大人伝と呼ばれたことにちなむとの説、関路が開拓されたことから、牛尾田と呼ばれたとの説、あるいは、牛巻の地などの説がある。小学校3学区、中学校2学区、高等学校1校及び、大学2校の集まる、文京地区である。牛田小学校の過密状態は慢性化しており、牛田南、二葉山地区への新小学校、建設計画は、幾度か浮上し、 広島市の予算上にも編成されたことがあるが、市民団体の反対運動のため今日まで実現に至っていない。戦後ベッドタウンや文京地区として発展してきたため、産業の集積はあまりない。牛田は地区内を通る公共交通機関がバスしか存在しない状況が長く続いていたが、1994年になって新交通システムアストラムラインが開通。 地域内に、初めての鉄道駅として、牛田駅及び不動員前駅が開業した。不動員前駅に接続するバス停留所、不動員は高速バスの停留所にもなっている。幹線道路道路愛称郵便局銀行、信用金庫スーパーマーケット保養施設。ありがとうございます。